<laughs> どうもーこんにちはっすどうもーちワっすうんどうもー <laughs> こんにちははい <laughs> いやー、ちょっとね、やりたくないけどね、ミルダムもやんないといけないんで、ちょっと、さすがにミルダムね、ちょっと誘導なしでやるとね、多分、閲覧死んじゃうんで、とりあえずちょっとふわっちからね、ちょっとミルダム、導くための枠を一枠取んないかなと、取んないとかなと思って、ちょっとやってるんですけどね。はい。あー、ナオキ君は、今なんかデートしてるみたいですね。 やばいね。うん、まあ正直見てましたよ。うん。まあ昨日ね <laughs>、まあ直木とはもともと10年前から一応知り合いっちゃ知り合いなんで。で、昨日俺んち来てね、まあコラボというかした後なんで。まあちょっと気になって見てましたけど。はい。うん。<laughs> まあ正直なんかまああそこ、まあ今コラボしてる相手、あの、まゆちゃんってこ はなんかまあ正直なんかその、なんていうの、なんかあんまりちょっと炎上界隈といいますか、そっち系なのかなって思ってたんで、まあ、てか配信とかも,もう見たことないんですけど、全然。あの閲覧が湧いてる時だけなんか気になって、ポチって見て5秒ぐらい見てブラザーバックとかはあるけど、<laughs> まともに見たこと一度もなかったんですけど、そうなんか直樹とコラボしてるからちょっと気になって見ちゃったんですよね。そうまあ、でもなんか、わかんないですけどあの、そこの部分しか見てないからわかんないけど、 思ったより悪い子じゃないのかなとは思った。わかんないけど、そんな、初対面で会った人との一面だけ見て、絶対その人の良し悪しって絶対判断できないと思うけどね。意外となんか見た感じで、あれ意外と普通なのかな、この子と思って。うん。で、なんかちょっとなんかあんま抱えたくない人ってこれ名前とかほら基本出さないんで。だから俺昨日とかもなんか直樹とかに言われたけど、俺からは名前とかはね発しなかったんですけど。<laughs> 意外とあれ普通の子なのかなってちょっと思ったけどね。うん まあ、直オ関係でちょっと見ちゃいましたけど。はい。そうそうそう。うん。<laughs> まあ、わかんないですけどね。うん。ちょっとね、やりたくないけど、見るためやんないといけないわ、本当にマジで。ああ。で <laughs> なんかさ、あの、ちょっと思ったのがね、 ナオキはね、あの、あれですよ。その、なんだろう。あれっすね。なんかこう、まあ、ケチだとかゴミだとか、結構、多分今まで言われてきてたと思うんですよね。リスナーとか,とか、多分周りの配信者とかに言われてたのかなわかんないけど。うん。<laughs> 多分言われてたと思うんですけど、なんか、まあ、俺の時もそうだけど、まあ、今日コラボしてるあの子、そのまゆちゃんって子 とコラボしして,ててての見も、なんんかめちゃめちちゃゃ優しいんですよね。<laughs> あと、金払いめちゃめちゃいいし、なんか結構ケチだとかみんなに言われてたかもしれないけど、俺ん時もめちゃめちゃ金出してくれたし、うん。だからね、あのね、完全にね、金で、あの、変わるタイプだなと思った。まあ俺分、マジでちょっと分析しちゃったんだけど、周りからケチだとかなんとか言われてたけど、金で変わるタイプっすね。あの、 お金って人変えるじゃないですか。うん。うん。なんか、ナオキって多分ね、もともとね、そのね、もともとの根っこの部分っていうかは、なんか別にそんな多分そこまで悪いやつじゃないと思うよ。多分ね。うん、まあ、いいとこ悪いとこってあると思うけど。うん、そう。そう、多分先月100万稼いだと別だから、多分そのお金の余裕ができたから、多分自分にも多分余裕が、気持ちも余裕も生まれて、で、それで多分人に優しくできるみたいな。 ああ、だからそりゃそうじゃないですか。だってほら、例えば、孫正義さんとかさ、孫正義さんとかだって、なんかそういうなんか、募金とか今まで多分相当長くしてきたと思うんですけど、あの人だってとんでもないお金を、あの、自分がね、稼いでるから、自分に、自分が贅沢できるお金、自分が普通に生活していくお金を、もうこの金額っていうのを、当たり前だけど、覚悟してで、その余剰資金、孫正義さんからしたら余剰資金でこう、配ってるっていうか、募金してるだけなんで、そう。そうなんですよ。 だからなんかやっぱ人ってこう変えるじゃないですか。これ、これ結構前から言ってるけど、本当に人に優しい人っていうのは、本当自分を犠牲にしてまで人を助けれる人なんですよ。うん。でも、孫正義さんは犠牲というより余剰資金なんで、まあ自分は犠牲になってないみたいな、そんなレベルなんですよ。そうそうそう。だから本当にね、でもやっぱお金持って変わる人っていると思うのよ。そのお金持ってなんか憎たらしくなる人もいれば、お,こたお金持ってなんか羽振りが良くなる人とか、まあお金って言ってしまえば酒と一緒なんですよね。 うん、酒とはちょっと違うかもしれないけど。まあ、酒だってさ、なんか酒飲むと人変わる人いるじゃないですか、性格とかさ。それと一緒で、あの、お金も、あの、ない時とある時じゃ、人って本当にその、その人によって、あの、変わり方っていうのは絶対あるけど、お金をない時とお金がある時じゃ、絶対人って変わるんで。うん、あんま変わんない人も中にいるかもしれない。それは酒飲んで、あんま変わんない人も世の中にいるじゃないですか。うん。で、ちょっと分析したんだけど、 でも直ナオキってね、お金持ったら、結構、羽振り良くなって、結構、性格良くなるタイプなのかなと思いました。<laughs> そうお金が、なんかその、人の人格を変えていくから。うん。そう。だから、お金持ったら、すごい、優しくなるし、周りにね。で、羽振りも良くなるタイプなのかなと思いました。ああ、見てて。<laughs> で、あとは、なんかその、多分今まで散々ケチだとなんだのとか、お金ない時にボロカスをやってたと思うんですけど、悪魔さん、ありがとうございます。あ そう。今までお金ないときにさ、ケチだな、何だとか多分ボロカスをやってたと思うけど、で、それでなんか自分がお金を持って余裕が生まれて、人にこうなんか、ね、あの、大盤振る舞いしだして、自分に余裕も生まれてね。で、そしたら、なんかどんどんやっぱそれを見て、配信でね、あの、視聴者に見せてたら、なんか、あこいついいやつだな、とか、火薬いいやつだな、とかっ,ってなんかこう、上がるじゃないですか。うん、そのイメージが上がるじゃないですか。あ、イメージが、あ、好感度が上がって、 で、それで周りのそのリスナーも、あ、こいついいやつだな、みたいな感じで。なんかすごいなんかいいやつ扱いされるわけですよ。周りのリスナーからね、それを配信で見せてると。で、コメントでばーって、あお前いいやつだな、みたいになって。で、そうすると、あ、俺、こういうことしたらいいやつって思われるんだ、言われるんだ、とかっつって。そう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 。で、今までは結構なんか閲覧とかも、なんかアンチだらけで、なんかしてめ、死ねやぐらいのなんかコメントだらけだったのが、いきなりなんかその、あのー、なんだろう、その閲覧がさ、一気にその、 こいついいやつだなっていうのに変わって、で、まずでも、どんな方法を使ってでも、なんかこう、閲覧をまず、こう、集めないことには、その自分がいいやつだっていうのをアピールできないじゃん。まず人をどんなゴミみたいな手で使ってもね。しかも、一回なんかちょっとイメージが下がったら、もう、これ以上イメージ下がることないもうどん底なわけよ。あと上がるしかないから、うん、あ、風船と思う。そう。だ多分そういう感じなのかなと思いました。お金で人が変わって、なんか羽振りが良くなって、 で、それで、なんかこう、なんだろう。うん、さらに、それを配信で見せることによって、なんかリスナーからは、お前いいやつじゃんとか、火薬いいやつだな、みたいな感じで言われて、で、それで、なんかその、なんていうの、本人も、なんか今まで悪口ばっかだったのが、いきなりいいやつだとかみんな言われて、あ、こういうふうに、やっぱ、なんか俺のなんかこう、ね、あの、なんだろう、こう、いろんな人にこう、なんか幸せを運べば、 ね。そしたら、なんか、俺はこんなにいい奴だって言われるんだってね、周りからそういうふうに、あの、叩えられたいみたいな、周りから優しいとか、いい奴だなって言われたいみたいな気持ちが、あの、多分生まれてくると思うの。そして、あ、こういうことをやったら、なんかこう、ほのぼのした、こういうね、人になんか、こう、怒ったりとか、大盤振る舞いしたら、周りからこういうふうになんか言われるんだみたいな感じで、あの、お金がまず、直樹の、あの、あれ、性格を変え、そして、周りの、そう、いい奴だなって声が、さらにその、 直おの人格を変えてるんですよね。うん。だから、あの、どんどん多分、まあ、これわかんない。俺の分析なんですけど、勝手な考察なんですけど、もしかしたらこのまま、あの、行けば、直おはすごい人格者になるかもしれないです、ね。お金と周りの声で、どんどんその、人間性、人格がなんかどんどん良くなっていくんじゃないのかなって、なんか、勝手に分析しました。はい。いや、なんかあいつだからね、 な本当、先月100万稼いだらしいけど、それまでは多分そんな稼いでなかったと思うんですよ。うん。ナイスとかも全然取ってなかったし、別にマーズリーとかもそんな全然上位でもなかったと思うんで、多分先月以外は多分そんな稼いでないと思うんで、言うほど。でも一気にさ、やっぱ100万って来たわけじゃん。で、ね、今月も結構今、花火とかも飛んでて、ナイスもそこそこね、結構上位で、またお金もある程度ね、来るだろうっていうのを予想されるじゃないですか。うん。 だからやっぱりなんかそのお金の余裕とか気持ちの余裕とかそういうのがまずあーのーこう人格を変えていってんじゃないのかなと思いますよはいああティルチップスさんからメッセージあなり思いしてますおいがおいがおいがアラブの赤羽見ろとウィリアムズソートバッグ飲もありがとうございますいありがとうございます,ういますそうナイスって稼げるんですけどやばいよナイスの本当の1位とか160万だからね月でやばいっすよ うん、だからね、多分そうなんじゃないのかなって思いましたね。うんそう,そうそうそう。そううんだからね、あのもう善逸とは違うよ、本当に。<laughs> 善逸とは違う、マジで。直樹はね、いいやつだよ、結構。なんだかんだそう。今まで、その、お金に余裕がなくて、お金にも、 お金がに余裕がないってことは自分の気持ちにも余裕がないから。うん、だからそういう直樹のいい部分が多分今まで出てこなかっただけなんですよ。で、お金をもっと余裕ができたら、ああやって羽振りも良くなって、なんかああ,やああやっていいやつになっていくわけですよ。うん。ソンマだって、あんだけお金稼がなければ、そんなね、いろんなところに募金とかできないじゃないですか。そういう風うな人格って作って、作られていかないから。 人ってもともと持ってる性格もあるけど、その自分の周りの環境とかさ、自分の今の状況、環境によって、あの、性格ってのも構築されていくんで、間違いなく。うん。そう。でも、善逸だけはね、もうダメですよ、本当にマジで。善逸なんてさ、金ない時とかさ、俺が散々おってあげたんだよ、マジで。うん。あの、 なんかさ、つばにゃんとかになんか配信をなんかするなとかってさ、言われてさ、で、配信しなければあいつ金稼げないじゃない無職だし。で、それで全然金も稼げないで、で、金ないとかっつってさ、俺となんか新宿でコラボした時もさ、なんかそれで金ないみたいな感じだったから、俺がなんかお金ちょっとなんかあげたいとかさ、怒ってあげたいとかしたんですよ。うん。<laughs> そう。でね、いや、はるさんいいですよとかって言われたんだけど、 いや、だからね、お前がね、稼げたら返してくれたらいいよって出世払いでいいよって俺言ったんですよ。お前が稼げた時に返してくれって言ったの。そしたら分かりましたって言ったの、あいつ。うん。でもあいつ、それで確かふわっちでその後、しばらくしたら、1ヶ月で多分200万ぐらいだかな。200万ぐらいだから稼いだ月があったんですよ。うん。で、それで、あのー、なんだろ、う、あ、こんだけ稼いだんだったら、あの時、 なんか言ったの、なんかもしかしたらなんか覚えててくれて、お、おごってくれるかなと思ったら、俺にはね、あのね、おごるなんて一言もなかったからね、あいつまじ <laughs> あふせんとも。俺とか周りに言われて、なんかしぶしぶおごったみたいな、うん、時はあったけど、しぶしぶですよ、周りとか俺に言われて。うんで。もうね、だからもう善逸はもうダメなタイプだよ、ほんと。うん。本当に。あふせとあいつは金持っても全然羽振りよくなんないから。 やっぱなんか、なんかね、その、お金持って、お金って人変えるけど、うん。多分、俺と直樹って多分同じタイプよ。お金持ったら、羽振り良くなって、自分の、こう、周りにいる人たちを、におごってあげたりとか、なんか、こう、そういう気質持ってんね俺もそういうタイプだから。うん。俺も多分直樹と同じタイプで、周りの、なんか、じ、自分がお金に余裕ができたら、周りの人たちにお金をなんか、こう、出してあげたいとかさ、そういうのしてあげたいタイプなんで。 うん。ああ鳥山さん、金花火やったおいが、おいが、おいがアラブの施設ウィノスビ o ゲ s ツソフトバンクそうもそいし。ですありがとうございます慎吾さんも頑張り、ありがとうございますさんも頑張そう。だからね、なんかその、お金を持ったときに、あの、まあ、いいやつになるっていうか、はぶりが良くなるというか、いいやつになるというかね。そういうタイプなんだなって思っそこは多分俺と直樹って多分似てるんだなと思いました。 善、うん、一だけは本当違うから。あいつは金持っても、もう常にケチだからマジで、本当に。<laughs> あいつだけはマジで <laughs>、金持ってもマジでケチだからね。うん、本当に。うん、いやなんかそういうね、はい、根っこの部分っていうか、そう。全、うん、一と違ってちゃんとハブりんだなと思いました。 <laughs> はあまあ、そんなこんなでね。うん。あと僕もミルダムやんないといけないんで。ああ、やりたくねえな、ミルダム。2時間やんないと、とりあえず今日も。